皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。ブレイキングダウン10、23日、埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナ、写真、膝で攻め込む系の助大助必死に抵抗も腰がぐにゃり総合格闘家の朝倉未来、31、が社長を務める格闘技イベントの第10回記念大会が開催された。 BD 引退をかけた一戦に挑んだ、キング・オブ・アウトサイダー、慶之助は、オーディションでビンタされ遺恨が深まっていた大阪の喧嘩自慢、大助と対戦。1分3ラウンドで行われ、判定後のゼロで完勝した。ゴングから大助が蹴りで攻め立てていくが、慶之助はいなしながらチャンスをうかがっていった。第2ラウンドに入り、 徐々に慶之助が膝を中心に攻め立てて、主導権を握っていく。第3ラウンドも修羅場をくぐった数が違うとばかりに、攻撃をまとめて、貫禄の判定勝ちを収めた。試合後は、今回、この扱いは誰にぶつければいいんだろう。朝倉 CEO いますかいないか。次、誰と引退かけてやればいいかな。 ヤーマンとがいいかな、アウトサイダー、最高、と、直前に朝倉が KO で敗れたヤーマンの名を挙げて、高らかに吠えた。どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。